私たちの食卓をにぎわす冷凍食品やチルド食品、中でも中華惣菜はいち早く市民権を得た食品でした。そんな中華惣菜の生産になくてはならない食品自動製造機、今回は手作りの心を機械に移し作り上げた匠の登場です。尼崎市にある大栄技研株式会社、春巻きやシューマイなどの中華惣菜を作る食品自動製造機の製造メーカーです。単に大量生産のための自動化ではなく、口に入れる食感を追求した製品開発、さらに製造メンテナンスまでをも一貫して行う食品機械メーカーとして世界に名を馳せる技術を確立した企業です。特に春巻きの成形機は他の追従を許さないシェアと技術力を誇っています。今後ろに見えてるこの機械は春巻きを自動生産する機械です。で、春巻きを生産するにおいては、ここのまず皮を作るこのドラムの部分ですね、この部分がだいたい150度ぐらいに熱せられています。そしてこちらに回っていただいて分かるんですが、帯状に焼かれた春巻きの皮が流れてきています。で、ここでほぼ95度ぐらいありますから、ファンで冷却しています。そしてですね、できた皮をだいたい20センチぐらいに引っ張りまして切断で、ここの工程で中身がここに入ってますから、中身を計量してこのポンプの部分から下に充填してます。この時点でプッシャーが下に製品を落とし、最終的にここで巻き上げて春巻きとなって出てきます。まずその熱の管理、皮を焼くための熱の管理が非常に難しい。そして焼かれた皮を切断して中身を詰めて糊をつけて巻き上げる、その仕事を各部品が分業してやり遂げるわけですけれども、この小さな機械の中にそれだけの動作を組み込もうとすれば、機工学的にメカニズム的に非常に難しいもの。世界で初めてこういう機械を作りまして、今世界中全部私どもの機械で生産されております。根っからの機械屋を自負する渡辺社長は28歳で大栄技研を設立、最初に手掛けたのが春巻きの皮成形機でした。その年の1970年の11月の10日に初めて売れたと。で、いやこれで会社あるいは自分飯が食えるなとこう思いましたね。それと同時にやはりこの会社を始めて最初に設計した機械だし、これが売れたっていう自分のその技術あるいはその世間に作ったものが役立つ受け入れられたという喜びは、それはもうまた別の意味でね一番大きかったと思いますよね。だから非常に嬉しかったですよ。こちらは現在の春巻き充填成形ラインです。単純に言えばこの機械の中には23人の人間が入っている。機械というのは1回転する間にいろいろ仕事をしてまた同じことを繰り返す、これを繰り返しているわけですね。ですから1回転の中に A さんはい、B さんはいという人間が23人入っているというのがこの機械です。ですから非常にメカニズムの結晶であって、狭いの中にそういうふうな機構を組み込むという難しさがあるんですね。この回転、1回転、2回転、3回転、この1回転ですね。で、1回する間に1本の春巻きができます。
1本、2本、3本というふうな形でできていくわけですね。どういうことかと言いますとね、これを噛むというんですけど、これが1回すればこれ1回転で、その運動というのはね、ここの A の部分がこういう直線運動、まあ、いわゆる円弧の運動なんですが、することが一つの仕事なんですね。ですからこれが見ていただいたら分かるんですけど、ずーっと1回転しますよと、ほら A がこっち来ましたよと、今はじっとしておりますよと、はい、またずっと入っていきますよ。要するにここのこの段差によって仕事をさせてる。これが単純に言えば23枚この機械の中に組み込まれてる。要するにこの一つの仕事が一人分の仕事だというやり方なんです。動きの細かいことはこういうふうなの、カムダイアグラムってあるんですね。これは1回転をここからここまでですよと、で仕事の分担が決まった表なんですね。 A さんとしますね、この方は皮を引き噛むとか皮を引っ張る仕事をしなさいよという指示があったんですね。はい、あなたは40度のところから180度過ぎまでこの仕事をこうしてくださいと、それで90度休んで、ここからまた元に戻ってスタンバイしてください、そしてまたここから始めてくださいよというのがこのカムダイアグラムという役割分担表です。ですから今ここにですね、 A さんの仕事がこことしますね。これ A さんと書いてますね。そうしますと、まずここを、例えばここをね0と、ここを0とします。ただ40度のところから仕事ですから、これがずっといって、はい40度になりましたというと、 A さんがずっとはい仕事をするわけですね。それで180度まで仕事をして、あとじっと休んどくと、90度、そしてまた90度して元に帰りますよと。そうすると1回の仕事が済む、まあ、いわゆる1日ですね、1日が済みましたよと。そうするとまた回ってきて、はい0点から、はい、40度来ました、また動きましょう、はい、ずっとここまで180度まで仕事して、また休んでまた帰りましょうという繰り返しをして、春巻きを1本ずつ作ってるという形ですね。ただそういうふうにいつもやっていればいいんですけれども、特に機械の設計段階において言えば、A さんは単独で仕事してるわけじゃないんです。 A さんが向こうに行ったら B さんがここに入ってくるよという、こういうふうな仕事のやり方してるわけです。ですから A さんが勝手に、いや私はもっと早くした遅くした言っても、 B さんに影響がある。もし B さんがずっと仕事が遅れてくると、 A さんの仕事も今ここから始まってますけど、この、まあ、仮に40度としますね、 B さんの仕事を50度のところから始めてやらないと、ここに衝突する可能性があるわけですね。だから機械を調整する段階で A さんというこのカムを10度だけ遅らせてやるということは、この位置を10度、今この位置を10度、ここまでこうずらしてやりたいですね。要するにこの10度遅れますから、 B さんが逃げた後の仕事になるということになります。設計担当者は大量のカムを駆使して手作りの食感を生み出す機械を作るために、現場に何度も足を運び、点検や調整を繰り返していきます。理想の機械の完成に向けて、30数年来蓄積された数々のノウハウが生かされていきます。ここは一発削った方がいいようなもんだよな。つら出すなら少し削った、一発削りましょうか。そうしないと軸がちょっと直角が出ないっていう、スタートラインみたいなもんなんですよ。で図面でやっぱりそれで部品を作って、部品がその機械がだんだん出来上がってくる、そして完成する、まあ、下の製造というんですか、現場員ですかね、そこらでの本当の開発というのが主な仕事になりますね。ですから設計できたから言ってもう終わりだということではないんですね。そこがスタートです、機械。やっぱり機械が組み上がってきて、実際に調整とかね、いろんな調整しますね。その時点でいろいろ苦労しますね。まあ設計だけで、頭だけではなかなか機械できないですね、うん、ですからもう常に現場に出て、やっぱり自分で考えてることと実際に出来上がったこととどう違うのか、 なんでこうなるのかとか、まあ皆さっき彼なんかもやっぱり現場で粉を練ってね、やっぱり餃子でしたら小麦粉練って、それから中身も作って、
やっぱり自分でやっぱり手で作ってどういうこの餃子をどうやったらできるのかということまで知らないとできないですね。ですからまあ常にまあ現場へ行って見てこいと、自分で勉強してこいということですよね。失敗もありますけどね。開発ということは無から有を生まないとダメですから、まあ、考えて考え抜いて、まあ、いろいろ彼らもねそうでしょうけど、やっぱり納期というのがありますからね。企業ですから、いついつまでに納入しないとあかんというね、そういう限られた時間内で開発をしないとダメだと、まあ、当然焦りもあるでしょう。まあ、その中でやっぱり苦労していろんな試行錯誤ですね、苦労というのはそういうことだと思うんですけど、してやればまあいい機会できるんじゃないでしょうか、なかなかあのストレートにパッといってできたという機会はないです。設計担当者は少しでも完璧な製品を作り出そうと改良を重ねていきます。有効に活かされたらこう縦向きに回してこの間に収めたらいいんだろうかなっていう、もう少しあの調子のいいようにまた改良もまたちょっと入れるんですけども、注文もらってるその期間内に外でもいいやつを。完成した図面をもとに各部品を作ります。一台の製造機には驚くほどの部品が必要になります。部品の中には機械化できないものもあり、その加工には社内で培われた熟練した技術が求められます。やっぱり設計から降りてきたものは必ずこなすと、作ると各部署が最高を目指して作った成果がいよいよ形となる組み立て作業。担当者が問題点を探ります。回転を不足した場合にはプレスの時間が長いため、あの皮がちぎれるような状態になるので、プレス時間が長い時はあの強さを弱くして、そうで、そうそう、短い時は強くしてプレスを、そうそう、分かりました。じゃあそれでよろしくお願いします。作業者から吸い上げた問題点を設計責任者と検討します。製品のですね、底があの丸くてですね、あの転がるんですね。これあの角を世界にして、あの充填システムをもう少し速くしたいんですけど、じゃあ充填システムのカムをもう少し充填が下がった時を、はい、例えば20度速くしたいということで、充填を速くして、設計者との検討の結果を実際に機械に反映させます。カムの微妙な調整をして何度も繰り返します。設計、組み立て、各部署の密接な連携がなくては完成に至りません。なぜこんなにまで細かい調整が求められるのでしょうか。注文先の条件は作る製品や中に入れる具に応じて異なります。皮の厚さ、具の柔らかさや重さなどに合わせて製造していく必要があるのです。例えばこの春巻き製造機が行う仕事はなんと20種類。その一つ一つの動きをぴったりと寸分の狂いもなく組み込まなくてはならないからです。ですから物を作るっていうのはある意味では具体的なこういうふうなあのものが出てくるんですよね。だから非常に物作りっていうのは面白い。そして結果が出る。で形がこうじゃないか、例えばここの部材を変な形でこうじゃないかって曲げたら、そこそこ曲げた通りの形は出てくるわけですね。ただその思ったよりも激しいとか足らなかったということで思った通りパッといくことは少ないんですけど、まあ少なくともある程度の結果は出る。自分の書いたものが、部材が
その目で見えてそれで作ったものが実際いいか悪いか、まあ、あのどんどん変化していくという流れが見えるから、割合機械の仕事っていうのは面白いんじゃないですか。多分それがあるからやってるんでしょ。やめられない。ちょっとこっちから入れる。よっしゃ。OK。そうそう。止まる？抜けるかもしれない。抜ける？ちょっと。じゃあもうちょっと長めに行こうか。うん、回して。こっち。よっしゃ、まずは。実は天心などの皮の部分にひだをつけようというのです。大丈夫や。これでいけるけど大丈夫や。やってみ。ありがたいこれで。まあこの原理はね。なあ。これね、皮の出る厚みを変えてるんです。だからあれに虫が引っかかってた。虫が引っかかったんでひだができたんで、じゃあひだが作るようにしたらこういうひだができるんじゃないかってやつ。だからそれは虫のおかげでできたという感じ。で今度このヒントを彼らが実際に機械に安定させて部品としてどうするかを考える。そこで開発されたのが上部がえぐれたこのノズル。意外に簡単そうですが、試行錯誤を繰り返しこの形が編み出されたといいます。さらにこのような留め金をつけると、なんと思いのままにひだを変化させることができるのです。ご存知、ひだのあるエビ餃子です。留め金の先にカッターの役割のアタッチメントをラインにつけることで、どのような形も自由自在。一台で10役機能する中華惣菜製造機も発売、話題を呼びました。シューマイなんか手作りするときはおそらくパウズするときのこうして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 ると思うんです。だからこうする動きをしたい。じゃあこうする動きはどうかというと、よく出てくるのは上からこうするやつもあるし、そうすると上からこうするとですね、物が真ん中通るの邪魔になる部分がいっぱい出てくるんですよ。この芯の部分が。一番いいのはこういうの簡単な平面の上でこういうふうにできたらいいじゃないかと。でこれになる。こう入っていったもんがこういうふうに切れるじゃないかと。でもね、これ複雑に見えますけどね、簡単なんです。ストレートしか動いてないです。直線にしか。ほら、これはもうまっすぐしか、ただまっすぐだけど6つ重なると、いかにもこうなんかこうカーブしてるように見えるじゃないですか。ほら、これに平行にして動いただけで、これと同じようにこう動いただけです。それが6つ重なると、外してみて、もうなんか真ん中がいかにもこのなんかゾーッとしちゃってきて、だから考えるときにはただこれをこの一点を中心に持ってこようと、この一点を中心に持ってこようと言うとやっただけなんです。だからもう一つ分解したら非常に単純なんですね。もうそんな難しい動きは本当にもうストレートの動きしてきた、もうそれだけのことなんです。技術の伝承の一つの方法として、現場でも渡辺社長先頭に社員と活発に意見の交換を行っています。渡辺社長を交えて設計者エンジニアが集まり知恵を出し合います。こういうふうにちょっとこう折り曲げて作った形の餃子が作りたいやというのがお客さんの要望。だからもう少しここのやり方をちょっとその辺で止めてみようか、インチングでしてみ、ちょんちょんちょんで、中身なくてインチングで、インチングになってないな、これ、まあいい、よしよしよし、ちょんちょんちょん、OK、OK、もうちょっとやって、もうちょっと上げて、ちょっとだけ上げて、OK、で、ここの時に、はい、もう少し、これがもう真四角やんか、はい、四角だから、そのひだがここが一つしか出えへんから、はい、あそこのとこ、もう少しこう後ろがあってを、こう R を取って、はい、そう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 。はい、多分この辺にひだがもう少し寄るんじゃないかと。よし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 。
あ、でもだいぶこう R は、あ、この中のこの、はい、こっち、そうそう、こっち側ってやつな。近くなんで。ちょっと待ってよ。まあこれはこれでいいわ。な、これは外側ってやつ。だから今の形言うと、外にこう入ってるや。はい。でここがこう平らなから一つだけだから、これをもう少しこう R 取ってやると、多分やで。多分もう一つぐらいこうできるんじゃないかと、はい、でもこの辺の穴がさ、あのもし引っかかってうんぬんだったらもう潰したらええわ、かみへん、ね、ね、だからこういうふうな形で一回やってみたらどうかな、はい、そうですね、社長も思ったことはすぐやれっていう、あの実行しろっていう、あの考えがあるんで、その辺やっぱり僕らもどんどん、もうこうだからこうじゃない、だから次はこうしようっていうのをどんどんやっていきたい、と思います。はい、そうですね、無駄にやっぱりやると社長も怒るんですけど、やっぱりそれが、無駄じゃないということを僕たち信じてやっていますんで、その辺は社長はあまり言わないです。逆にどんどんいろいろ開発して作れって言うんで、松本さんは機械の調整を担当しています。今はですね、スピードですね、カワーのですね、このローラーですね、細くなるとこういうふうにカワーが間に合わなくなるんです。ここで引っ張りが、余裕がなくなりまして、ここでまだ皮が切れる状態になります。まずこちらの皮引きというところですね、ここの作業ですね、皮の、一定の寸法を引っ張ります。で引っ張ったところでこの上下のカッターで切ります。でカッターで切られた定寸の皮がですね、このカップの中に、円盤の中に入ってます。でそこに入ったところにこのピストンで、あの肉が充填されまして、最後にここから出てくります。例えば切った時にですね、歯と歯が0と0で全部いってしまうとですね、切れないんですね。例えば先端から徐々に当たっててですね、最終的には奥側が 0.5 ミリほど空いて初めて切れるんですよ。でそういう理論っていうのはですね、例えば日々皆さん使ってるハサミですね、あれを使ってあのじっくり観察した時にそういう風になってるんですね。だから日々生活しててハサミをじっくり例えば見ないと、そういう切るとかそういう作業っていうのは分からないんですね。最初はあの教えてはいただけないんですね。でまずあのやってみてですね、どうしてもあの切った時にまっすぐ落ちてしまうとかですね、でそこで初めてなんでだろうっていう疑問が湧いて、その理論が分かった時にですね、はい、教えてはくれないんですけども、自分で分かるそういう作業がですね、私としては気に入っております。はい、納入先からのメンテナンスも引き受けます。複雑なタイミングで動くこれらの機械は、一度ずれると調整に手間がかかります。こちらの部分で皮を切るんですけども、あのこちらの方切れが悪くてですね、あの調整をしているところです。でここでカッターでストンと切った時に、これの抵抗分で落ちないように真ん中に入るようにですね、こういう、作業がありますので、どうしてもここでカッターの切れが悪いとですね、あのここで詰まってしまうんです。皮としてはあのこういう風に落ちてくるんですね。でまずここでピストンでついてあげるんですね。そうすると皮がこういう風にしなりますんで、あのカッターで切った時にあのこのピストンに乗るような形になるんですね。それで下に落ちずにそのまま真横から出てくるとになるんですね。この機械に、まあ、うちの機械に関してはあのタイミングがかなりあの成形のウェイトを占めてましてですね、でそのタイミングが少しでも狂うとあの自分の思った商品にならなかったりしますので、あのそういうところの日々の積み重ねみたいな感じです。はい、まず物を設計する段階において、自分しかできないと、人にはできないよこの機械はというぐらいの自信がないと、大きな機械を一から設計していく段階では非常にそのどうしても解決できないと思われるほど大変な
手が止まる事態が2度や3度あるわけですよ。どうしていいか分からなくなる。その時にいや他の方法がいいんじゃないか、あっちにしようかいっていくらやってみてもまず解決できないですね。だから何とかするんだということで、その自分でもうわししかできないよというぐらいの力でやっぱり開発していかんといけないですね。調整の済んだ機械の最終チェックは実際の調理。大丈夫。これなんか、これまああのあんまり皮膚でも出ると、そこですか。あ、そうですね。いいじゃん。はい。ね。はい。この面でいいんちゃうか。そうですね。あの少し加水を落としてますので、はい。ちょっと固めにやってますので。案外皮膚でないです。もう一回これあの確認のために上げてみる。高度な機械を求め続けるだけではなく、顧客の要望にいかに応えるか。最終の結果は機械ではなく、それを使って作る食品の味だという渡辺社長。加水だけの問題やろ。ね、あれ中力？中力です。中力やな。はい。で、ローラーを少し2回ほど通して。いつもよりちょっと多めに。あ、本当。そうしてますので。やっぱりこういうふうな機械の設計っていうのは途中は非常に苦しいと思うんですよ。そのいろんなトラブルにぶち当たってこうでもないああでもない、そして、まあ、ある意味ではね、自分の手を汚してその品物と仲良くなって、特に私は食品科やってる言いましたけれども、メリケンコと肉と野菜と仲良くなって、ああこんな感触だということで機械を設計していくわけですね。でも最後にそれがお客様の要望通りの商品ができるとき、あるいはその自分でコンビニに流れてる商品を見たときに、これはね、何にも増しておそらくね、まあそれはあのいろんな楽しみあると思うけども、やったというね、まず機械ができたその自分の技術に対する喜び誇りと社会の役に立った、ましてや私どものようにもう世界中大英技研の機械しかないよというふうな機械を開発しているところの人間は、まあ大小別にして少なくとも我々の作ってる機械で世界中の人に食べてもらってんだと、私とこの機械なんか食べれないよというぐらいのある意味は自負だから、人生として非常に楽しいし、またやりがいもあるだろうし、だからやはり特殊なもの、自分のところしかないというふうな商品を考えるのが一番やりがいがあるんじゃないですか。もう競争のあるね、例えば変な言い方だけども、テレビを自分でいくら作ってみたところでですね、それは大手電気メーカーがどんどん作ってんだし、もうテレビ注文があるものを追っかけても仕方ない。それよりももう隙間の、本当隙間のそういうふうな誰も手をつけてない部分の、まあ一番になるのもまた一つ面白い生き方じゃないかと私は思ってますけどね。数十のカムを最新機械加工技術で思いのままに駆使し、知恵と行動力で機械屋社長渡辺さんは食品自動製造機の開発に挑戦をし続けていきます。一番機械屋さん、特に我々が陥るミスは機械に惚れちゃう。こんな素晴らしいの作ったらどうだどうだ。だけども極端に言ったらこんな難しいもんじゃなくていいわけですね。単純に言ったら、まあこの程度の部品で、これ程度の部品で同じものができたらいいわけです。ですから、まあ、あの自分たちがもう最高のもの作ってるなんてありえないです。まだまだ勉強勉強、それがやっぱり機械ものを作る人の心でしょうね。